大津歴町90秒大学、今回は三井寺の門前町を中心にご紹介。三井寺の門前町は東海道の大津宿でもあったことから、古くから商業的な活動が行われた町屋が今も数多く残っています。長良三丁目にある稲瀬は、昭和8年1933年に米商人の住居として建築されました。正面は昭和初期の御影石磨き仕上げの腰壁と、上半分が木格子と欄間で構成され、黒い大津壁は建てられた当時のままに復元され、登録有形文化財となっています。日本の近代化住宅の様式を今もその間取りに見ることができ、現在は町屋の宿として整備され人気を得ています。稲瀬から60メートルほど西へ進んだ日本料理店豆新は、初代当主であった今井忠五郎が料亭兼旅館として明治27年1894年に創業しました。大正7年1918年に完成し、昭和9年1934年に改造した現在の建物は登録有形文化財に指定されています。